は愛知県名古屋市天白区出身のプロ野球選手、宇藤右内。中日ドラゴンズ所属。愛称は田島人。小学4年生時に少年野球チームドジャースに入団、保守として野球を始める。中学時は南式の水穂ブルーイングスに所属し、ここでも保守だった。中部大学第一高等学校に進学後も保守だったが、2年時の秋に、 先輩の主体映ラが抜けたことから当主に転校。3年時の夏は、準々決勝まで5試合を、計6失点、準決勝で、伊藤早田、道林翔太を擁する中京大中京に1の8で、敗れ、甲子園出場経験はなし。愛知大学野球連盟に加盟する、東海学園大学に進学し、1年次の春から、リーグ戦に登板。 二年次からエースとなり、春には一期のみではあるが一部リーグを経験。リーグ四位となる、防御率2.21を記録するも、二部降格となった。四年次の春は、開幕戦の愛知産業大学戦でに、安打寒風勝利を上げ重奪三振。その後右肩痛を発症し戦線離脱。秋にリリーフとして復帰する。2011年10月27日。 プロ野球ドラフト会議で中日から3位指名を受け入団。背番号は45。東海学園大学出身のプロ野球選手は田島が初となった。2012年4月14日の大半新戦に2番手で登板しプロ初勝利。オールスターで江ノ木ダ大樹の出場自体による補充選手として初めて選出された。ルーキーイヤーは 防御率1.15、30ホールドと大活躍を見せた。クライマックスシリーズでも、朝尾、山井大輔と共に、リリーフ当番。11月22日、同学年の女性と結婚した。2013年のシーズン終了後に、背番号を12に変更。2014年、7月5日の対巨人戦で、NPB 大記録の1イニング3連続支球を与えてしまった。 2015年は64試合に登板し、旧西部15ホールドを記録。11月30日の選手納会で、翌年より選手会会計を務めることが発表された。2016年には3月29日の開幕戦に登板して無失点。5月21日には開幕27試合連続登板無失点のプロ野球新記録を達成。 この記録は6月7日のオリックス戦で失点するまで31試合に伸ばした。途中から福谷工事の不調に伴い、抑えに転向同年のオールスターでは、自身初となるファン投票による選出で2度目の出場。オフの契約公開では、年俸が前年より倍増の8200万円となった。2017年は、 開幕からクローザーとして34セーブを記録した。オフの契約公開では1億円の大台に到達し、1億1000万円で契約を更新した。2018年2月、同年3月に侍ジャパンが野球オーストラリア代表と対戦するエネオス侍ジャパンシリーズ2018で代表に初選出され、3日の名古屋ドームでの試合で9円登板した。 シーズンでは、6月に鈴木博士がクローザーとなり、7月に2014年9月以来の2軍落ち、9月に1軍復帰後、再び登録抹消となった。結局シーズンでは30試合に登板し、0勝4敗15セーブ1ホールド、防御率は7.22だった。年俸は4000万円減の7000万円で契約公開した。2019年は、 前年からの不調が続き、プロ入り後最小となる21当番に終わった。年俸は減額制限を超える4250万円で契約公開。2020年2月のキャンプ中に右ひの違和感を訴え、右宴会内筋損傷の診断を受けた。4月11日、右ひのトミー・ジョン手術を受けることを発表し、このシーズンはリハビリに徹底することとなった。 このため、この年は、プロイリアと初となるシーズン未登板となった。年俸は2年連続の減額制限を大きく超える60%減の1500万円で契約公開した。2021年は、リハビリを終えて、春季キャンプに合流した。また、4月9日には、名古屋球場で行われたオリックス戦で、久しぶりにファーム公式戦に登板した。 以後チームの遠征にも帯同している7月12日の広島戦で一軍昇格後初登板。7回裏にマウンドに上がり1イニングを無失点に抑えた。8月18日に国内 FA 権を取得した。この日の広島戦では6回にしまんの場面で登板し、816日ぶりのホールドを上げた。8月21日の阪神戦で5回に登板し、 1472日ぶりに勝利投手となった。強い地形を生かしたスリークォーターから平均球速約時速1 4 6トル最速時速1 5 3トルの球質の重いストレートを投げ分ける。変化球はスラーブや SFF シュートを投げる。2013年度からは四死球でリズムを崩す場面が増えていたが2015年から 投球フォームを再度するを気味にしてからは、請球が安定し、四死球も減少傾向にある。入団1年目の2012年から2014年までの3年間、東京ドームでの防御率は0.00であったが、2015年は防御率10.13、2016年は11.57、2017年は23.14を記録し、疑問とされており、 東京ドーム病と称するメディアも存在する。2017年は巨人戦の地方を含むビジター戦で一度もセーブを上げられなかった。2016年9月22日には1点リードの9回裏に、ギャレット・ジョーンズの逆転サヨナラ2点本塁打。同9月27日には、同点の9回裏に、村田周一のサヨナラ満塁本塁打を打たれ。 翌2017年4月1日の開幕2戦目には1点リードの9回裏に、安倍晋之助の逆転さよなら3点本塁打。6月25日には1点リードの9回裏に、非対抗の敵地打で同点に追いつかれた直後に、石川慎吾の代打さよなら敵地打を打たれ、同8月4日には1点リードの9回裏に、橋本至タの同点ソロ本塁打を被弾している。 さらに9月5日の巨人戦では3点リードの9回裏に登板したものの西から走者を出し長野久吉の敵地打で2点差に詰め寄られるとなおも走者1塁で途中出場の宇佐美慎吾に勝利まであと1球と追い込んでから低めのスプリットを拾われ同点本塁打を被弾したそして2019年6月1日には4点リードの6回裏満塁から登板した結果 クリスチャンビア・ヌエヴァに初球をバックスクリーンに運ばれ、同点満塁本塁打を打たれた後、安倍晋之助のプロ通算405本塁打を、健常し4点差からの逆転を許した。一郎敗走脱学道乱式野球大会に、小学校6年生時に出場経験があり、優勝して MVP を獲得している。2012年のオフには、 同大会出身のプロ野球選手として閉会式に招待され、一郎との再会を果たした。大相撲の稀勢の里博と親交があり、2017年初場所に稀勢の里が優勝を決めた際にはもらい泣きをするほど感激したという。ありがとうございます。